どうも、ハンサムクロージーです。前3分でオムライスを作るっていう動画を出したんですけど、今回はね、2分でチャーハン作りチャレンジしたいと思います。あ、緊張する。失敗したらごめんなさい。よーい、黄金パラパラチャーハン完成。思ったよりめっちゃ早くできた。やったパラパラ黄金チャーハンですね。チャーシューとネギと卵とご飯のみ。味付けは塩コショウとウェイパーです。チューブのウェイパーね、すごい使いやすくていいですよ。まあまさかちょっと結構早めに終われると思わなかったんですが、まあ、とりあえずいただきます。味もめっちゃ美味しいです。今日の僕の作り方は、卵をね、先に溶いたりしないで、中華鍋かフライパンでもいいんですけどにボーンって落として、でお玉で潰してご飯バーン入れてジャーって炒めるみたいな。だと手間も省けるし、卵を溶く器もね洗わないで済むんで楽ちんです。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。よかったらね、やってみてください。というわけで、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。